今日はですね、検証企画なんですけども、すごい夜遅くになっております。とある方がですね、何やらご自宅の方で未来のなんか、ね、怪しいとんでもない調理器具を使っているという情報を聞きまして、これちょっとね、いきなりなんですけど、マジで突撃しようかなと思いまして、あのアポ取ってないんですよ。アポ取ってたら多分隠すんでね、ちょっと今日は全部暴きたいと思います。それでは楽しみにしててください。行きましょう。何も言わずこれだけつけて。いや、もう取るやん、なんかじゃあ。ちょっと急やな。急やな。入っていいですか。そこ、そうですね、ちょっと、そこよりかはまだ、中の方がまだマシです、正直。あんまり、こっちも、あんまり大きい声出したくないんで。じゃあ、お互いじゃあ助かります、としたら。いいですか。よっしゃー。出せるやん。出しなさい。いいですよ。うわ。どこや。どれや。どれや。何がや。どれや。何がや。すみません。何してあったんですか。いや、もう今から何しようかな、ご飯でも食べようかなっていう感じです。一人で。はい。なんもないっすよ、ね、情報は情報はこれなんや、これなんや、これなんや、ヨギボー、ヨギボー、ヨギボー、もうちょっと長く使っててクタクタなってるヨギボー、ビーズ入れなあかん、ビーズ。あ、こんばんは。誰かいるみたいになるから、こんばんはって言うから。綺麗な人入ってませんよ、中に。マー君、チャンネル登録してほしい。言いますよ。はい、なんか未来の調理器具使って怪しい料理作ってるらしいな。未来のじゃない。いや、調理器具はあるけど別に未来のじゃない。ない、ベッドに調理器具ない。俺や、いや、キッチンでしょ。俺か。これはポップインアラジン2です。細すぎる。何ができんねん、これで。これが意味や、これ怪しい。ポップインアラジンです。いや、別にそんな隠してんから、いいですよ、別に、キッチン。はぁ、あ、これが下に、はい、うん、よぉ、うん、決めつけでもらった、いいごま油ですね。あ、ロケで行っとったやつや。めちゃめちゃいいごま油ね。油どれも実はカロリー一緒ですよ。一緒ですよ、のやつ。めちゃめちゃ見てるな、テレビ。テレビチェックしてるな。勝又さんがスタジオゲスト。見てるな。全部見てるな。何よ、もう。何よ。え、これ。何よ。なんかある。何これ、あれ。オープン。あら、いい香り。